次は B 面の選手エントリーチップ取りにしてください、ね、ここ横浜グランプリも平成6年に開催されたんだよ、はいはいはい、その時になんと山原さんがここに来てたのよ、はい、そうなんだそうなんでアナウンスもしてたあそうなんだ美味しいねそうなんだよで YMO の BGM かけてたの俺も覚えてんのあそうなんだそうその頃全然接点がないよねそう接点ない、うん、あの横浜だったもんねで広坂選手も来てたうん来てたねほんで広坂選手のお父さん来てた、うん、お母さん来てた、うん、お母さんも来てたお母さんも来てたお母さんもレースに出たえお母さんもレースに出たのえすごいね C メインでポールポジションすごいねお母さん、お母さんそして C メインの2番グリッドが、うん、あの富山を代表する常川大輔あそうなんだそうお母さんに予選で負けるって負けたんだそして決勝はぶっちぎりで離されて終わるっていうそんな、うん、やっぱすごいんだねそうなんスーパー家族やの平坂家スーパー家族だね血を感じるよね、うん、今のだけで、ね、あの1本動画がいけます、ねうん、素晴らしい素晴らしいじゃあの総長の事件はあれはいつなんえ総事件、うん、総長が、うん、広坂くん君そんなに学校前だったらタピオカアプリ出ればいいのにシューどうなったのそれドライバーその時その時その時ホンダトーンすごいそうかさあ新年がスタートしました、しましたトップは綺麗なイタリアっぽいナポリタンからそうガチャガチャもなく綺麗なスタートおにぎりせんべいからどうなってるんですよでも後ろが団子状態あちょっと団子状態そして2番手に上がったのもおにぎりせんべいダブルおにぎりせんべいバーガーが完成しているちょっとでもだいぶ違いますねうわー縦に回ってるよ星野和義あーどこだトップは。ジャンプ前。これはだいぶ楽ですね。そうそうそう。このくらい差を差がつけば嬉しいよね。なんか足のフレーム収まってくるよね。わ、うん、かった。どうしたら上がらなくなりますかね。いや、それはいいんじゃないの。上がるっていうことは、うん、それだけレースに真剣になってるんだね。真剣になってるってことですか。それはいいことじゃない。いやー、来世では上がらない。緊張するほどの出来事ってそんなないから。そんなないよね。クロスランドラジコングランプリで足が取れる。うんうん、この時でそういう趣味を持ってるってことは素晴らしいですね。自分の美点と思ってる。なるほど。番番番なんか私が二人に見えたっていう。え二人に見えた嬉しい。嬉しくて。何の話があれだよ。動きが早すぎて、天馬龍一郎のペガサスエッチのように、ふぅ、ふぅ、ふぅ、見えるおいどう、谷ちゃんが釣り抜けていくぞ、みたいな。ああ、とか言って、釣り抜けていく。操縦台の隣の選手に過ぎ抜けて見えるでも順位は6番手くらいダメじゃんこんなんなんかどんどんリードが広がってないし、うん、しょうがないので、うん、選手あでもこれも合わされてる、ね、これ2位の選手前の黄色い車はスワートップでトップはあトップもここだそうあ本当だすごいちょっと知り合いも映さないといけないんで、はい、あこれがスグミの TP ね、TP02、羽根足のメダル軸受けですね。でなんでベタ？フラベアリングで。これもね、あの最近面倒くさいからベアリング入れない。ホットショットは。じゃあ1番、2番、3番、4番、5番、6番、グラビアのまんま。ホットショットって昔のキットはなんか4つだけベアリング入ってたような気がするんだけど。そう。今全部グラビア。あ、すごい拷問のような街に。すごい。息が重たいんだよ、軌道が。え、あれは？もっとあっちんちんだよ。そうだよね。じゃあれは？あのスラットベアリングがついてるんですか？ついてない。見立て付きした。スラットベアリングついてたかな？あれは、ひっくり返ってる。マーシャル、マーシャル。マーシャル、マーシャル。あ、やばいな。あ、すごい。あ、起きた。マーシャルが手を下すまでもなく、起き上がった。俺の手を下すまでもなく、引き返してたよ。どういうノリなの？
そして、そうこうしてるうちに、1番、5番、ちょっと2位との差が10秒近くになりますね。2位と3位も12秒、2位と3位は2秒ですね。1と4が1秒開いてます。ちゃんとパワーアップしてくるからね、それなりに。2番、5番、2番、iPhone に関してはなんか、現在順位です。1個前でいいやとか思わないからね、最近またもっとすごいんだろうなと思うもんね。6番5、9番5、10番5、1番5、5番5、無限の財布が欲しいでしょう。2番5、1番5、3番5、省エネ双方やね。はい、なんか優勝は塚本康介選手、おめでとうございます。ああ、なるほど、レースもインタビュー、ありがとうございます。あれは引き返していった。さあ、なんか会話をしている。準備はいいでしょうか。なんか首をひねりながら帰ってきた。今はダンパーがどうなったんでしょうか、ね。どうなったんですか。最後ちょっとインタビューしてみましょうか。どうなりましたか。はい。どうでした。いや、あのアスファルトで、外アスファルトで、ハイサイドでこけるって初めて。初めてですか。ちょっとないっす。あ、そうなんですか。僕はあの何回もありますから。本当ですか。はい。あそこでハンドル切ったら時計をして、ええ、見ました。そんなことあるんですね。はい、ああいうこともあります。人生ハイサイド、人生ハイサイド、おめでとうございます。おめでとう、ダメだった、ダメだった。俺は多分中間ぶりされてされてたね。されてた。またそこでなんかこけたら。そう